ズームイン、ジョー。この動画は子供たちに、大人の仕事紹介をする動画です。はいはいはい。今日のゲストは、お笑い芸人の酒井きのこさんです。どうもきのこ、800種類わかるきのこ大好き芸人、酒井きのこです。皆さん。よろしくお願いします。お笑い芸人とはどんなお仕事ですか？人を笑わせる、お客さんを笑わせる商売です。僕が、やっているのは、キャラ芸人っていうやつですね。お笑い芸人としてこれからどういう活動をしていきたいですか？うわぁ、すっごい質問。気軽になんか山のロケなんか、行ったりとか、キノコ料理作ったりとか、そういうのをどんどん、テレビで出て、酒井キノコ各駅マッシュを覚えててくれたらなと思ってます。では子供たちに一言お願いします。いろんな夢を持っているね、子たちもいると思うんですけど、僕はもともと小学校の頃から芸人が夢でした。ずっと小学校、中学校、高校に行っても芸人になりたいと思ってました。僕は遅く始めたのに全然後悔してないんです。なんでかっていうと、もともとやりたかったお笑い芸人という仕事の夢を叶えてるからです。全然売れてないけど芸人という夢はもう叶えてます。だから夢は絶対諦めなければ必ず叶うと思います。絶対夢を諦めず追えば必ず、誰にでもチャンスは訪れると思います。皆さんも夢を追って頑張っていきましょう。それ何ですか？これハンコ入れなんですよ。